はい、どうもお久しぶりです。ロックスタンドです。今日はですね、YouTube ユーザーの105さんから、買い取らせていただいたものがあるんで紹介していきます。はい、まずこちらですね、レーザー製品なんですけれども、ナーガエピックっていう、マウスになります。有線無線どっちでもいけるマウスですね、確か。で、新品で買うと1万円ちょっとするんですけれども、中古ということで、4000円で譲っていただきました。はい、105さんもそんなに使ってないみたいなんで、状態はかなりいいって言ってましたね。はい、こちらね、使わせていただきます。こちら、レーザー製品なんですけども、ベスペラっていう、硬いハードタイプのマウスパッドを、2000円で譲っていただきました。はい、こういうマウスパッドがね、欲しかったんですよ。なんでかっていうと、ベッドの上で使うからです。マウスはね、やっぱ布団の上みたいなふにゃふにゃしたところだと反応悪いですからね。はい、ゲーマーの方に怒られそうですけどこちらの方ね、買いました。レーザーのマウスパッドはなんかね、マウスパッドって言っていいのか分かんないですけど、スフェックスっていうシールタイプの、ここに青いやつがあるんですけど、これ以来ですね。で、おまけなんですけども、こちらのサーマルテイクの、多分 DT スポート、スポーツの、ヘッドセットの付属品っていうか、セット品みたいな、ヘッドホンスタンドもつけてくれましたね。はい、おまけですよ、これが。でもう一個おまけがあってですね、こちらの、105さんも愛用している、リーパイっていうのかなの、デジタルアンプの方も、こちら新品なんですけども、おまけでつけていただきました。本当にありがとうございます。こちらとしては6000円と送料しか支払ってないんですけれども、いろいろつけてくださいました。こちらね、トライパスの TA2020 っていう有名な、IC を使っている、中国製の、デジタルアンプになるんですけども、とても楽しみですね。私がこの前買ったダック付きのは TA2021B ってやつなんで、ちょっと違いを確かめてみたいと思います。私の耳で聞き取れるかどうかわかんないですけど、はい、じゃあね、はい、をつけてくださいました。わお、よいしょ。で、こちらは自腹で買ったんですけども、12V の AC-DC アダプターですね、も買いましたね。ノイズフィルター付きです。はい、ということで、いろいろね、楽しめそうなものが増えたんで、ちょっと映ってないですね、増えたんで、こちらね、使ってゲームとか音楽鑑賞とかね、いろいろやっていきたいなと思います。105さん、こんなお得な価格で、こんなにいっぱい、どうもありがとうございます。動画で申し訳ないんですけど、ちゃんと無事に届きましたんで、はい、ちょっとね、どんなマウスか見てみたいですよね。一応これがメインなんで、もう箱がね、すごいですよね、レーザーって。
綺麗ですね。充電のクレードルとマウス、意外と軽い、あ、バッテリーが入ってるのかな。まあ、こんな感じの、横がツルツル、上がラバー、横が、ボツボツな、マウスですね。すげえな。なかなか面白そうな感じです。はい、ということで、まあ、今回ね、いろいろ買いました。実は、まだまだ買ったものがいっぱいあるんですけども、ね、まあ、これから、どんどん上げていくんで、そちらの方もよかったら見てください。あとね、T5 さん、かなり、紳士的な方なんですけども、ね、いろんな動画、ためになる動画とかいっぱいあるんで、もしよかったらチャンネル登録お願いします。動画説明欄に URL を貼っておきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。